こんにちは、ゲリンです。だんだん、作品を置く場所がなくなってきました。ですが、どんどん作っていきます。今回制作するキットはこれです。バンダイ、ハイグレード、144分の1、インフィニティズム、鋼鉄リーグ、です。鋼鉄リーグ、私の個人的に思い入れのある作品です。物心つくかつかない頃に、超合金というおもちゃが流行ってまして。中でも、この鋼鉄リーグはとても人気があり、どこのお店でも売り切れ状態でした。なぜそんなに人気があったかというと、関節が磁石でできており、今までのおもちゃにない、幅広い遊びができるようになったのです。今で言うところの、プレステやスイッチのような状態だと言えば、わかりやすいと思います。ネット販売はもちろんない時代です。どうやって手に入れたかというと、サンタさんです。あの時、サンタパネーは、手書きで思いました。おっさんの思い出話はこれくらいにして、鋼鉄リーグを作っていきましょう。中身の確認です。このキット、ハイグレードと言いながら、パーツの数は、かなりあります。最近のバンダイのキットは、部品ごとに細かく、色分けされているので、部品数が増えています。アクションベースが付属しています。これは嬉しいですね。今回は、あまり塗装せずに、ロッシングやウェザリングを施そうと思います。箱絵やトリセツの表紙のように仕上げる予定です。なんか、このキットのイエロー部分が山吹色なんですよね。ロッシングすれば落ち着いた色になると思います。目の部分も山吹色だったので、ガンダムマーカーのイエローでタッチアップしました。頭の部分ですが、すべてパーツで色分けがされています。バンダイ、144分の1、ハイグレード、インフィニティズム、鋼鉄リーグ完成。照明で明るく見えますが、ちょうど良い汚れ具合になっています。とてもマッチョで、スタイリッシュですね。ナイス、マルク。このキット、アフターパーツがあります。まずは、マッハドリル。もちろん、両腕にマウントできます。鋼鉄リーグ版、ロケットパンチ、ナックルボンバー。ナックルボンバー発射のエフェクトパーツも付属してます。アクションベースを使って、飛行モードも再現可能です。このキットのイマイチなところですが、各関節の可動範囲はそこそこあるのですが、
つま先の稼働ができないので、直立以外のポーリングは、スタンドがないと厳しいです。いかがだったでしょうか？このインフィニティズムシリーズ、マジンガー Z やグレンダイザーなども発売されていますので、スーパーロボットファンにはおすすめです。今回の動画は以上です。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。